はい。それでは、階段行列と吐き出し法ということで解説をしていきます。まず、階段行列というのは、次のような行列のことを言います。例えば、このような行列や、あるいはこのような行列や、あるいはこのような行列、あるいはこのような行列ですね。 この行列たちの特徴は一体何でしょうかこの下側のですね、ほうに0がありますけれども、この0でないところをですね、0と0でないところ、境界線を赤線で引いていくと、このようになります。また、2つ目に関してもこのようになりますし、3つ目はこのようになっています。4つ目もこのようになっています。 はい、このような行列の特徴を持ったこのような特徴を持った行列のことを階段行列というわけですが階段行列の定義ですねは0行ベクトルがもしあればその下は全て0行ベクトルになっているとすなわち2つ目は一番下が0だけですけれども例えば4つ目は2行目が0なわけですがその下はそうすると0でなければならないということですね。 でえーまあ、このように階段状になっているわけですがこの階段状の階段というのはどちらかというと下から見上上げて上の天井に階段があるようなイメージですねなぜならばこの4つ目のようにもしこっち側が階段だとすると2段ある階段になって登ってしまいますのでそういうわけじゃなくてこっちから人が天井に足をつけて逆さまにコウモリに逆さまに行ってここで段を上がってあとそのままずっと と歩いていくと、そういう感じで見た方が自然になります。まあこのような四つ目のような例がありますね。で、実際この階段行列というのは定義はどういうものかというと、まあ今のこのゼロ行ベクトルの条件のほかに、一行目の最初にゼロでないです。まあ例えば天井がこの辺にあってですね、この天井に足をつけて本当に歩いていったとするとですね。 ここで1段目どんと上がるわけですが、最初に上がるところは、ひょっとしたらこれのようにですね、1列目はまだそのまま上がらないかもしれませんが、とにかく上がるところがあって、2列目のところで上がったりするわけですね。で、そうすると、次に上がるところがあるわけですが、もしここで2行目のところですね、に0でないところが、もしこの辺にあったり、この辺にあったりすると、上れないわけですね。上れない。 場合によっては、こう、なんか、後ろ下がらないといけないといけないので、そういうことがないように、こう、少なくとも1個は、こう、上、向こうに、右側に入っていると。そういう感じですね。つまり、2行目の最初に0でない列は、1行目の最初に0でない列よりも、大きいところにあるということですね。はい。ということで、えー、 最後のこの全部で0でない行が R 行あるとするとそれは上から R 行まであるわけですが最初の R 行目の最初に0でない列までが順番に大きくなっていくと。ということはまあ少なくとも列の数は R 列以上ないとこんなことは起こらないので,えわけですだから階段が R 段ある行列というのは必ず R 行以上でもありますが R 列以上でもあるわけですね。 で、階段行列でない例として例えば先ほど言いましたように、えー、こう来てまた戻らなきゃいけないみたいなのはいけないのでそういうのはダメと。これは1行目と2行目の最初に0でない列が逆転しているということですね。で同じように今度は2段上らなきゃいけないというのは困るのでこのように2行,2行目と3行目の 最初にゼロでない列が2列目で一致しているのでこれもダメと。であるいは0でない行っていうのが間に飛んでいると2行目が0で全部0で3行目でまた0でない行が出てくるってことはダメなんでこれはやはり違いますということになります。以上が階段行列の定義となります。 階段行列を判定する問題がありますのでそちらの方をやってみましょう。